全日本ラリー選手権とは、ジャフ登録クラブ、団体が主催する、国内ラリーのシリーズ戦で、日本最高峰のモータースポーツ選手権の一つである。三菱、ランサーエボリューションスバルインプレッサ1979年の、全日本ラリードライバー選手権を前身として1980年から、全日本ラリー選手権となった。2000年以降の運営支援は、同年に発足した。 やるかにより行われ、JAF 公認規定の下で、全国各地の主催者により、2012年以降は4月から10月の期間に年間休戦が開催されている。参戦するドライバー及び小ドライバーは、国内 B 級以上のライセンスが必要となる。クラスは、排気量を基準として6つに分けられ、2006年からは2005年までのクラス順位とは別に、 全クラスを含めて、真のナンバーワンを決める総合順位が設定された。使用車両は、グループ N 規定に近い国内規定に準じたもので、改造範囲が狭く、室内は、内張りが覗かれロールケージが取り付けられているが、エンジンは、リストリクターの装着を除けば市販車とほぼ同じである。 競技区間は閉鎖されたコースの SS と一般車両に混じり移動する区間のリエゾンに分かれ、それぞれの規則にのっとって走行する。近年は、スーパー GT の GT300 クラスと同様に、キャラクターやイラストなどがボディに描かれた通車も増加している。これは、注目を集める目的もあるが、スーパー GT をはじめとする、オンロードレースと異なり、プロモーターが存在せず、 各地の主催者が持ち回りで開催しているため、将来的な競技継続の観点からも、国内ラリーの認知度を高めて、新規の客層を開拓する、必要性が高まったことによる。2008年のメロンブックスシティ、2011年の CJRT サトリアネオ、2016、2017年のインギング86など、クラスタイトルの実績も多い。 鈴木スイフトスポーツイベントにより1日間から3日間で行われ、それぞれの1日をデート呼称する。例は、実質的なレース区間である SS と計測地点の TC、SS と SS を結ぶ移動区間となるリエゾンに分けられ、競技はアイテナリーと呼ばれるタイムスケジュール表に沿って進められる。スタート間隔はイベントに異なるが、通常は1分。 上位のドライバーは2分となっている。競技前にレッキと呼ばれる下見走行を行い、ドライバーと小ドライバーはコース状況を把握してペースノートの制作を行う。コースは実際に競技で使われるコースを走れるが、使用する車は競技車両ではなく一般車両となる。シェイクダウンと呼ばれる実際に競技車両を使用して最終チェックを行った後、 違反の有無を確認する、車検後に、競技車両は、ドライバーを含め全ての関係者は競技開始まで、触れることができないパルクフェルメと呼ばれる、車両保管所に置かれる。一般行動を移動する区間で、道路交通法に従い一般車両に混じって、走行し、DC に入る時間は車両ごとに指定されている。道路運送車両法に定められた、保安基準を満たしていない場合は、 行動走行を止められる可能性があり、特に SS でのトラブルで車が破損した場合などに問題となる。リエゾンも競技の一部であり、主催者から示されるコマズに従って走行するというラリー競技当初の姿が現在も残っている。一般行動を閉鎖して作られたタイムトライアル区間のスペシャルステージで SS と呼ばれる。スタート地点は DC 内に設置され、 ドライバーは全開でアタックする。各デー最後の SS 終了後は TC に移動して、リエゾンを通り、サービスパークと呼ばれる本部に戻る。その後、車両は再び、パルクフェルメに保管されて、次のデーの競技開始を待つ。トヨタビッツ安全基準や、改造基準は、FIA のグループ N よびグループ R を基準としているが、日本国内の道路運送法に従って、 室内の内張り、インドアパネル、三点式、シートベルトの取り外しが禁止されているほか、ロールゲージ及び自動車競技用のシートベルト、消火器搭載等の安全装備を義務化。またタイヤ、ホイールのサイズが純正サイズに対し細かく、制定されている。RPM 車両及び AE 車両については、コスト削減を考え R、RJ 車両よりも、ロールゲージ等、 安全基準が緩和されている。2021年の本選手権からは、クルーに FHR デバイスの着用が義務化される。RJ、RPNAE 車両に関しては、最終生産年から10年経過すると、全日本ラリー選手権に対しては、出場することができなくなる。ただし FIA 公認車両で公認書が有効な、車両はこの限りではない。分類は、 FIA のグループ N 規定をベースとして、日本独自の規定を加えたものである。2008年からは、スーパー1500が JN1.5 クラスとして、2009年に JN2 クラスとして導入。2014年には2013年までの4クラスが再編され、全6クラスとなった。2016年から、JN6 クラスは 4WD に限定されている。 ターボ車の排気量は1.7倍換算となる。2019年の R5 車両導入をきっかけに、番号が若い方が下であった従来とは逆に、WRC や A p c 同様若い方が上のクラスに変更された。1位から8位までに、それぞれ10から8から6から5から4から3から2から1ポイントが与えられ、ステージ距離や路面により、 係数がかけられる。50km から 100km のターマックを1.0として、グラベルが1.2。50km 未満は、ターマックグラベルともに0.8。50から 100km は、100から 150km 未満は、ターマックが1.2、グラベルが1.5、150km 以上は、ターマックが1.5、グラベルが2.0となる。獲得ポイントは、 クラス順位と総合順位の両方に加算され、8000以上に出場をしている場合は、上位7000分のポイントで計算される。2011年からは、クラス別に、各デーの1から3位に,に、上位から1から3ポイントが与えられる、デーポイント制が導入された。CJRT プロトンサトリアネを1979年に、 全日本ラリードライバー選手権として始まり、翌1980年より現在の大会名となる。FIA が定めたクラスに基づき、当初はエンジン排気量1.3リットル以下の A クラスと1.3リットルを超える B クラスの2クラスで争われた。1984年からは1リットル以下を加えて排気量の少ない順から A、B、C の3クラスとなり、 1987年から2001年は1リットル以下1.6リットル以下1.6リットルを超えるクラスとされ2002年から2005年は1.4リットル以下2.0リットル以下2.0リットルを超えるクラスとされたまた1995年から1997年まで従来の選手権に加えて第2部門として 2WD のみによる 選手権が追加され、1998年から2005年までは、2WD 部門と 4WD 部門とで、駆動方式別の2つの選手権を開催していた。各部門の排気量別クラスは、独立した順位をつけており、全クラスで優勝者、選手権保持者が決定していた。2006年、アベレージラリー、SS ラリー方式に変更された。2000年代、 日本でも WRC イベントを開催しようという機運が高まり、手始めとして2001年に第19回スパイクインターナショナル日本アルペンラリーが国内初の FIA 規定による国際格式ラリーとして開催され、国内のラリー競技も日本独自の方式から FIA が定める国際基準に合わせる動きが起こる。2002年。 エンジン排気量にかける下級機能係数とラリー、競技車両の安全基準を国際基準に準拠させ、2004年からは WRC ラリージャパンが開催されている。2006年、従来のレギュレーションを大幅に見直した新規定が導入されたことに伴い、2WD と 4WD という駆動方式別の部門が廃止されたことにより、総合順位という概念が誕生した。 同時にアベレージラリーを廃止し、SS のタイムを争う SS ラリーに統一した。2019年からは、グループ R5 が参戦することが可能になったが、海外トップシェアのシュコダ・ファビア R5 の本ナンバー取得ができず参戦できなかったことから、2021年から本選手権への参戦を目的とした仮ナンバー社も参戦、可能となった。2006年、 WRC をはじめとする国際ラリーに合わせて総合順位の制度が導入された。従来のチャンピオンはクラスや駆動方式ごとに6名に分けられていたが、新規定ではドライバーズポイントは各クラス総合順位に与えられることになり、チャンピオンドライバーが統一された。ありがとうございます。